またたびは、またたびかまたたび族の落葉鶴性木本である。別名夏梅ともいう。和名のまたたびの由来については、古くは、本蔵和名に、ワたたひ、演儀式に、話題代,代、備えの名で見える。貝原駅兼、日本釈名では、果実に長いものと、平らなものができることから、またつみの儀であろうという。アイヌ語のマタタム部から来たというのが、 現在最も有力な説のようである。牧野新日本植物図鑑によると、アイヌ語で、または、冬、タムブは、亀の甲の意味で、虫へを意味するとされる。一方で、植物和名の研究や、分類アイヌ語辞典によると、タムブは、つとの意味であるとする。一説に、疲れた旅人が、また旅の実を食べたところ、 再び旅を続けることができるようになったことから、また旅と名付けられたというが、また旅がとりわけ旅人に好まれたという周知の事実があるでもなく、また、福祉名詞といった命名法は一般に例がない。むしろ、また旅という字面から、また旅を連想するのは容易であることから、典型的な民間語源あるいは単なる流言肥語の息を出るものではない。中国植物名は、 またたびと称される。日本では、北海道、本州、四国、九州に、アジアでは、千島列島、朝鮮半島に分布し、湿り気のある産地の林園に自生する。落葉の低木。茎は鶴になり、若いうちは茶褐色で成長とともに黒っぽい紫がかった、茶色になる。鶴を切ってみると、白い髄が詰まっている。葉は、鶴状の枝にご生し 長い傭兵があり、傭心は2から7センチメートル形は、卵形から楕円形で、細かい巨子がある。夏季になると、葉の一部は白くなる。私有一種。6月から7月に、計2センチメートルほどの白い花を、下向きに咲かせる。お株には、雄ーだけを持つオ花を、両性株には、雄ーとメしべを持った、両性花をつける。花弁のないメしべだけの芽花をつけるメカブもある。 果実は2から2.5センチメートルの細長い楕円型で先は尖り、晩秋に黄緑色から大色になり柔らかに熟す。しばしば虫昆布の実がまたたび見栄え、もしくはまたたびの油虫の産卵により形成され、変円形で凸凹しており、正常な実が熟す前に落ちる。効果に個体差はあるものの、 猫科の動物は加糖に寄避効果を持つネッペタラクトールおよび気発性のマタタビラクトンと総称される周期物質、イリドミルメシン、アクチニジン、プレゴンなどに甲骨を感じることで知られており、家猫がマタタビに強い反応を示す様から、猫にマタタビということわざが生まれた。ライオンやトラなど、猫科の大型動物も家猫同様マタタビの周期に特有の反応を示す。 なお、マタタビ以外にも、同様に猫かの動物に甲骨感を与える、植物として、犬発火がある。日本では、猫に、マタタビということわざがあるように、猫がマタタビを大好物とすることは、古くから知られており、1704年に出版された、貝原駅剣の農業指南書、ナフにも記されていた。浮世絵、猫ネ,ネズミ合戦には、マタタビで猫を酔わせ腰砕けにする。 ネズミの様子が描かれるなど、江戸時代には、マタタビ反応は、マタタビ踊りとも言われすでに大衆文化に取り込まれていた。1950年代には、メタケオラの研究によって、マタタビ活性物質は、マタタビラクトンと呼ばれる複数の化学成分であると報告されていた。マタタビ反応は、ネコ科の動物全般に見られるが、なぜ猫科動物だけに、この反応が見られるのか、また、 またたび反応の生物学的な意義についてはこれまで不明であった。またたびに反応する猫2021年1月21日科学雑誌サイエンスはバンせずに岩手大学は名古屋大学、英国リバプール大学、京都大学との共同研究で猫のまたたび反応がカノキキ活性を有する成分ネペタラクトールを体にすりつけるための行動である。 ことを解明したと発表した。本研究では、まずマタタビの抽出物から猫にマタタビ反応を有機する強力な活性物質、ネペタラクトールを発見。さらにこの物質を使って猫の反応を詳しく解析し、マタタビ反応は猫がマタタビの匂いを体にすりつけるための行動であることを突き止めた。また、ネペタラクトールにカノキヒ効果があることも突き止め、猫は 再び反応でネペタラクトールを体に付着させ、蚊を寄付していることを立証した。ネペタラクトールは蚊の寄付剤として活用できる可能性があるとしている。幸いは果実のつくめ株を選んで行う。両性花がある株を挿し木する。猫が好む植物であるため、猫よけの金網囲いが必要になる。虫栄になっていない正常な果実はこなすとそのまま食べられる。 和果実は、とても辛い。生食のほか、塩漬け、味噌漬け、薬用酒などにして利用される。なお、キウイフルーツもまたたびかであり、果実を切ってみると同じような種の配列をしていることが、わかる。葉は、おひたしにして食べることがあるが、アレルギーを生じることがある。つぼみにまたたびミタマバエ、または、またたびアブラムシが寄生して、虫こぶになったものは、またたびまたは、 マタタビコという気薬である。正常な果実は虫栄に比べてすこぶる薬効が劣ると言われている。7月中旬から10月頃に果実、虫コブを採取して一度熱湯に約5分ほど浸した後、天日乾燥させて調整される。鎮痛、保温、競争、神経痛、リウマチ、腰痛などに効果があるとされる。民間療法では、 また旅たの粉末を1回量1から2グラムを1日3回服用するか、煎じて服用するときは、1日3から5グラムを 400cc の水に入れて煎じて3回に分けて服用する。また、乾燥させた普通の果実5グラムを代々側と同量で煎じて1日3回服用する用法が知られている。また、果実種として用いられる。 またたびの虫へ2 0 0ムに対して35度のホワイトリカー1.8リットルに漬け込み、1ヶ月以上冷暗所に置いた後、1日に杯一杯飲用する。またたびの茎は、補丁に入れて、浴頭料として用いられる。保温効果から幹部が冷えたり、体を冷やすと悪化する腰痛などに良いと言われているが、暑がりの人や体がほてる人、幹部が熱い人への服用は禁忌とされている。 また、猫の病気にも良いとも言われており、また旅を猫に与えてしゃぶらせると、酔ったようになるが元気になる。ありがとうございます。